ことことハープウェブレッスン基本的なリズムステップアップ編です。基本的なリズム編で最もベーシックとなるリズムの弾き方を覚えました。この弾き方とコードチェンジができれば、例えばギターの歌本などを見ながら歌の伴奏がバッチリできるということになります。さてこの回ではリズムの次のステップとして人差し指を入れた弾き方を練習しましょう。このリズムでの人差し指は飾り付けの音として親指と中指の間に入れていきます。いろいろなパターンがあるのでここでは一例を示します。ここに人差し指を入れなければダメという決まりはないのですが、人差し指をどこにでも入れられる練習、つまり中指とは独立して動かせるようになる練習と考えてください。まず4拍子の場合ですが、前に練習したリズムの3、4拍目の間に1回人差し指を入れてみます。前練習したリズムは、となっています。この3拍目と4拍目の間に人差し指を1回入れます。1、2拍目からつながって高音側に階段を駆け上がっていくようなイメージで弾くとうまくいくかもしれません。この指の動かし方は伴奏の際のちょっとした間、それからメロディーを弾く場合に大変に役立ちますので、人差し指がきちんと動かせるようにしっかりと練習してください。そして基本的なリズム変動用左手のコードチェンジ、そしてなるべく早く弾くということも重ねて練習してください。3拍子の場合は基本的なリズム編で練習した1、2拍目の間に人差し指を入れます。基本的なリズム編では1、2、3、1、2、3、この1拍目と2拍目の間に人差し指を入れます。3拍子は優雅なリズムですので、特に全体の流れと弾みを意識してください。舞踏会で踊っているような感じですね。
そして3拍子も左手のコードチェンジ、そしてなるべく早く弾く、この練習もしてください。リズムもいくつかのパターンがあります。人差し指も入れられるところには入れて構いませんので、いろいろなパターンを持っているととても便利です。この練習を参考にしてどんどん練習してみてください。以上が基本的なリズムステップアップ編です。